ヤンヘル・クレメンテ・エレーラ・ラベロは、ベネズエラ・バルガス州、ラグアイラ出身のサッカー選手。RCD ・エスパニオール所属、ベネズエラ代表。ポジションは MF。2014年にプリメイラ・ディビシオンのモナガス SC で、16歳で、プロデビュー。2016年に、アトレティコ・ベネズエラに移籍し、同年シーズンに32試合3得点という、成績を記録した後、 2017年1月31日に、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC への移籍が決定した後、同年いっぱいのローン移籍で定型チームのニューヨークシティ FC への加入が決定。3月12日の DC ユナイテッド戦で MLS デビューを飾り、2018年シーズン終了までプレーした。2019年1月16日、 プリメーラディビションの s d ウエスカに2018から19シーズン終了までのローン遺跡で加入することが発表。16試合に出場するもチームはリーグ19位に沈んだ。2019年7月26日、グラナダ CF と買い取りオプション付けの1年間のローン遺跡に合意した。2020年8月30日、グラナダ CF は引き続きローン遺跡することを 発表している。2020から21シーズン終了後に、マンチェスターシティに戻ったものの、監督ジョゼップ・グアルディオラの構想外とも、伝えられていることもあり、サウサンプトン FC、ウエストハム・ユナイテッド FC、アトレティコ・マドリードなどへの移籍の可能性があると報じられた。2021年8月31日、RCD エスパニオールに、シーズン終了までのレンタルで移籍した。 2015年からユース世代のベネズエラ代表に招集され、2016年開催のコパアメリカセンテナリオのメンバーに招集。同年10月のブラジル戦でフル代表デビューを果たした。さらに2017年10月10日の 2018FIFA ワールドカップ南米予選のパラグアイ戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。